はい、どうもこんにちは、ぼっくんゲームでございます。前回の続きからやっていきましょう。ということで、トレーナーですね。2人目のトレーナーです。あんたちは死んじゃう、これを余すことなく見せてこないよ。あと2人倒すんですね、この人と、もう1人3体持ち。ブーランドはノーマルか。格闘技は欲しいところでしたね。威嚇なんでトンボ返しします。トンボ返ししてキテルグマ、クマドールに変えます。トンボ持ってアームハンマーぶちかましていきます。いや、モフモフ最強だからアームハンマーいきます。ダキューチ効きませんね。あれ、アームハンマー危ない。当たったー、決まったぜ、決まるぜ。クロワ37、ナイス。クレフィ、炎があったらいいんだ、よかったけど、バンバドロでいきます。いたずら心だっけ。ていうことは、地面タイプ抜群だよな、多分。なんか冬っぽいけど。10万馬力いけんじゃね。マジックルーム。おぉ。持たせてね。いや、強い。さすが。武蔵エルアップ。アマージョ、アマージョは武蔵。あれ、先生は向こうとかだったっけ、これ特性。うわ、なんか先生は向こうっぽいな。吸血いきましょう。はよ、よし、吸血。やったー、全回復。強いね。なんか先制技をね、出せなくなるっていう特性だった気がする。やるじゃないか、好きなんだよ、死んじゃうポケモントレーナーが。体力やばいけどね、そろそろ体力はやばいっす。しかも瀕死になっちゃったよ、ブラック。瀕死になっちゃったよ。こいつがラストか。サイダーはもうすぐよ。だから簡単に行かせない。お前全力です。さて、バトルしようか。エイジ。さあさあさあ、グランブルね。4匹ですね、この人。やっぱここの相手が手強いですね、なかなか。ルンルンドルルンドルルン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 。まあ、リーフブレードでいいでしょう。リーフブレードかましてからの何やってくるか。じゃれつく、大丈夫。うわ、結構早いな。ちょっと強いね、これ。してんの勝てるかな、これ。だいぶ強い相手。ちょっと月光が連れてきますか。お、地震だって。地震でよくね、10万馬力より。10万倍以上自信でいきましょう。いやー、いいね。ゲンガーね、特性変わったらしいんだよね、冬から。なんだっけ、 なんとかボディ、呪われボディかなんか、そんな感じになったらしいんだよね。確かに浮いてないもん、ゲンガー。自信いきましょう。シャドーボー耐えてくれ。よし、防御、これが食らう。うわ、いいね。呪われボディね、やっぱり。ブラックエンジゴー、
クロワさんじゃちぃ。ゴローニャ。これどっちのゴローニャかな。まあ、どっちのゴローニャにしろ。ゴローニャ、ゴローニャ。ゴローニャ、ゴローニャ、ゴローニャ。ゴローナ、ゴローナってなっちゃう。ああ、これ、アローラのゴローニャですね。これ、リーフブレードでしょ。頑丈臭いな。いや、てか耐えるんかい。ステルスロック。うわ、すごい、あの、真ん中の体のとこから技が出る。アローラのゴローニャ初めて見ましたね。電気タイプ持ちだった気がしますね。確か電気岩だったと。パルシンはそのまま行きましょう。パルシンは倒せます。とりあえずね、防御高いんだっけ、パルシンって。守るか。なんか初代ポケモンめっちゃ出てきますね、ここ。この相手。リーフブレード。リーフブレードが強いんですよね、結構。そう、リーフブレード強いから、これをね、全力で、ちょっとね、野良猫が泣いてますね。野良猫がめっちゃ泣いてますね。クマドール49。痛み受け。いいね。自分の HP と相手の HP を合わせて、それを自分で出てるんだけど。いいね。暴れるいらないんじゃね。さあ、よし、着きましたね。ここが祭壇っすかね、もう。はあはあ、すみません、私走るの苦手です。ありがとうございます、回復してくれた。さあ、ポケモンさんが元気です。それにしても生きる世界どこまで広がる。そうなんだよ、体力がないとやっぱりきついからね。一応レポート書いておきます。あれ ?3DS LL でやってるんですよね、実は。古びた石に嘘と文字が刻まれて、この先試練の土地なり、試練に挑まぬ者、立ち入ることを許さず、土地を守る主に打ち勝つ勇気を持たぬ者に入ることだ。ああ、このキャプテンにはこの先試練の土地、挑みます。怖いな。突き刺すような何者かの試練。なんか来たぞ。おう、ジャラコ。ドラゴンタイプじゃないこれ。ジャラコ来たよ。影縫い行きましょう。強そうですね。これ第一段階だと思うんでね。確かにちょっとドラゴンタイプ欲しいな。ん、先ほどよりも鋭く突き刺す。何、なんかピントが合わないですね、これ。なんだ、お、秘伝技ドラゴンクロー。ドラゴンポケモンの聖地。来たよ。次は何だい？お、ジャランゴ。第二進化ですね、多分。最後は何でしょう、これ。ジャラコ、ジャララン、ジャランゴ。影縫い連打でいきます。いや、耐えるか。こいつかっこいいな、欲しいな。ブラックが選抜落ちかな、そしたら。これ飛行タイプに弱いっすよね、異常に。飛行炎。水タイプがいい。まあまあ、虫、あいついるんですけど、クソクムシャ。あれなんですよね。アクアブレイクって何？何これ。水の力で相手にぶつかって攻撃する。相手の防御を下げることが、やば
やっと水技覚えましたね。岩石封じ。いや、水技覚えましたね。めっちゃ強い、しかも。39。水技覚えたぞ。しかも、威力100、命中85って。あ、威力、命中100、威力85。絶対ドラゴンタイプっしょ。これでいいか。ここですね、多分。このまま大材料 Z クエスト手に入れますか。はい。来た。こっつ。バリ強そう、こいつ。じゃじゃんじゃん。最終進化ですね、これ多分。レベル60ぐらいあんのかな。むしろジャラランガ。かっこいいな、こいつ。そうだ、これ。ジガルでも、ああ、そうか。ジガルでいたらな。オーラを制圧できるらしいんだよ。45か。ジェットバーをかけに、もう、ぶちかましておきます。はい、早速ね。ヒールノイズ。なんだこれ。防御下がった。やったー、これ。キュー食らいますよ、これ。多分仲間呼ぶんだよね、もうそれ。ヒールノイズって初めて見たわ。シャドウアローズスティック。どういう系の技なんでしょうね。これは効くでしょう。仲間呼ぶでしょう。仲間絶対呼びますからね。ハッサム？どういうこと？もうもっちゃんはやられてもいいからね。不意打ちしましょう。よし。うわ、やっぱ効かねえし、なんか、スケールノイズ。やばい。追い打ちは抜群ですね。もっちゃやられる。ドラゴン。悪タイプを今一つにしたからな。バンバドル行きましょう。もう自信でいいかな。カウンターしますか。いや自信でいいでしょう。守るしてきた。まあまあいい技持ってんだよ。ハッサムにしか、ハッサムでも効かないし、あんま。ハッサムレベル32か。見合いにつける。いいですよ、その自信連打。スカイアッパー覚えてる。格闘タイプか。ギャーランが欲しいな。やだー。格闘ってことはフェアリー2倍じゃね。4倍か。やだー。ドゥ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 。ジャラランゴは記憶に姿を消した。 Z クリスタルドラゴンバージョンゲットだぜ。ピッピカチュウ、ピッピカチュウ、オーサトシゲットだぜ。やったーん。やだやだやだーん。ということでね、ちょっとこのまま行きましょう。再起進みましょう。お、ここですね。ん？一輪、ここが？お、着いた着いた、みんな着いた。ボッケさーん、ほいほいほい。試練がしまめぐりで行う試練の元祖と言われてる。
よく、それにしてもよくとこなしたものだ。さすがボックンである。アローのしぶきに7つ目の試練達成を。おめでとうございます。自身の限界を超えて、すごいとおりなさ、すごい。キテルグマさんもお疲れ様。いやー、あざした。体力あざす。なんだか、お主ら見てるとうまくいく気がする。いや、うまくいくだろうな。ありがとう。太陽、月の2本の笛が吹けば。参りましょう、ボックンさん。ということでね、ここで一旦レポート書いてね、一旦ここで終わってね、また次回撮っていきたいと思います。結構ピンと合わない。じゃあ一旦ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。